ハワイに行きます。オーシャンビューじゃないですか。やっぱ日本製です。今日の購入品紹介です。いやー、気をつけてね。いってらっしゃい。今から KFC マーケット行きます。さて到着しました。うわ、すっごい人やぞ。今回ハワイ来たんだけど一番人多いかもしれんな。なんか万博のフェスみたいやね。おお、いきなやろ。ハロー、マンゴースムージー、ワン。$8。アイスコーヒー。アイスコーヒー、ノーアイスコーヒー。コーヒー、コーヒー。うん、じゃあ、Thank you。コーヒーじゃ伝わらなかった。コーヒーか。コーヒー。おー、Thank you。結局一人でアイスコーヒーを買いに行っておりますわ。なんかね、入り口のとこにアイスコーヒーあるでって言ってんのに、もっと奥行こうよって言われて、奥行ったらアイスコーヒーなかったんで、入り口まで戻っております。やった、買ってきました。いるからに日本人がいてますわ。これこれ、このオレンジの人来た、買ったね、買えた。アワビ、アワビの何これ。これガーリックバターにした。うわ、ついてる。そのままもうかぶりつけ。いけ、おいしい。上のカリカリがうまい。ハーフワーフ、うん、味付けがうまい。うん、何にすんの。普通のやつ。プレーン、うん、普通のやつ。日本語アプリで見てんねんな。行ってください、行けよ。私撮ってるから行っておいでよ。はい、あ、取るだけ取ってこいってこと。はい、違いますね。コーヒーですね。コーヒーカップのオーダー受付になります。日本語で大丈夫ですよ。ここ日本やな。日本だ。来るぞ、呼ばれるぞ。呼ばれるからね。あ、来たよ。あのね、ただいまね、9時45分っていうことで、それ食べたらそろそろ行く準備しないといけないね。 OK。0.6 マイル、1キロ。だいたい1時間近く歩いて到着です。あのムービーどうですか、池田感想。5年越しの大モテと。あ、撮ってくれてんの。そっか、これ顔もたいく入れんでもいいもんね。あ、はみ出てるわ、顎が。あ、ダメだ、ダメだ。それではですね、我々はタイムキ地域っていうところですかね、バラサダを食べたいなと思います。今回初めてですね。ね、はい、初めてです。あの有名なところは初日のディナーの時に近かったんな。レナの隣にあったんですけど行けてないんで、初のバラサダ。もう揚げ物のドーナツなんて食ったらとんでもないのよ、ほんまは。これか、これね。超可愛いんですけど。でかー、うまっ、めちゃくちゃ甘い。合ってる。おいしいね。30分しかないから急げ。ここもね、なんかパイロットの人がなんか世界中から雑貨集めてるみたいなところで行きたいなと思っててね、来れました。行きましょう。レドなんか、ハワイ、やっぱりパイロットの人が回って集めたっていうのと、ハワイのヴィンテージのなんか雑貨とかめっちゃ多かった。でかー、これが一番おすすめって言われる。
クッキークリーム。美味しそう。それでは本日の晩ご飯はこちらなんですか。なんか肉炒めたやつ。肉炒めた、ビーフ炒めたやつ。焼いたやつ。肉じゃが。でしたら、いいですね。ご飯も、サトンご飯、味噌汁で食べたいなと思います。嫁蔵さんが作ってくれたお肉食べさせていただきました。ありがとうございます。あのね、この時間になったらちょうど夕日が見えるんですよね。昨日も帰ったんですけど、雲に、ね、隠れてて、まあそれはそれで最後綺麗なんですけど、ここもね、一瞬でもすぐなんですよ。まあちょっと二人で見ようかって言って、今回ちょっと待ったりしたいなと思います。おはようございます。ハワイ4日目ですね。やっていきたいなと思います。今日はね、一応フリーなんですよ。で、嫁ぞーと言ってたんが、なんか海でも行こうか言うてたんですけども、まあジムはね、一応日本におる時からほぼ毎日行ってるので、これだけは継続したいっていうことで、日本のエニタイムで契約して、まあ昨日も行ってましたけど、今日も行くっていうことで、普段はエニタイム行ってないんですけど、この時のためように契約しました。現時刻はね、6時57分なんやけど、結構人多いですね。ではね、ビキ借りて行きたいなと思います。はい、おはようございます。帰ってきました。今からは海へ向かって散歩したいなと思います。あと朝食でアサイボールっていうなんかご飯食べに行きます。爽やかな朝。めちゃくちゃハワイっぽいのやってますよ、こんなところで。我々はこれを見ながらね、朝ごはんを食べると。なる。スムージーは食べんな。これジュースもいらんよね。一緒にコーヒー飲むといいか。コーヒー飲む？そこは飲もうか。やばかったね。外でシャキ座っといていいよ。これサンドイッチもあっとかなあかんから。でか。でか。やっぱでかいじゃん。いけるいける。うわ。うわっと軽。もっと肉肉しいんかなとか肉なんかほぼない。ベーコンだもんね。うん。でも絶好の未利用ですよ。確かに今日入らないと、いつ入るのかもしれない。うん。でも波はないみたいね。あら、まあまあ。逆に海水浴にはいいやろね。僕らですね、ここで5年前結婚式挙げた時の動画があるんですけど、結婚式のね。まだ1回も見てないんですよ。だから幻のね、ウェディング動画っていうのがあります。なんかこの人をウクレレ買うとか言うんですけど、どうしたらいいですか。だいぶ染まっちゃってるんですよ。違うよ、5年前買ってきて買わなかったじゃん。これ弾けんの。鳴らすだけでいいんだよ、こんなの。ほら部屋で鳴らすところ。多分帰ったらゴミになってるんですよ。物置に飾り、インテリアになってるんですよ。皆さん、緊急事態が起こりました。ですね、嫁蔵のサンダルが壊れました。こちらですね、クォーツなんですけども、これ全然壊れないように見えるんです。これね、残念、壊れちゃいましたね。何かにこう歩いてみようかな。はい、行けてるね。ワンシーズンしか持たなかったサンダル、しかしこちら汚いですが5年ほど持っております。さすがレインボーサンダルですね。海でサーファーがサンダルを捨てて帰っていく姿を見て、これじゃいかんということで作られたのが、そう、壊れないサンダル、別名レインボーサンダルということで、僕はずっと愛用させていただいております。壊れちゃったサンダル、ちゃんと履き方履いてれば大丈夫だと思うんですけど、なぜか壊れちゃいました。あっちは何やろ、マッサラだよ、あれマラサだよ。中華か。中華は嫌やね。あれが美味しいやの、ハワイね。まあここには全部美味しいと思うよ。全部美味しい。うん。何が食べたいの？何でもいい。もうこの家帰ったら何でも食べたくなってきちゃった。じゃあ行きます。はい。トリコアニアンですか？綺麗な頭。一世のせ。うわー、美味しそう。トリュフポテト。あ、めっちゃトリュフの匂い。ちょっと食べてみて。食べてきます。はい。カリカリ。カリカリ。日本のやつうまい。ハンバーガー食べてみてよ。こんな俺のパウダー。それはない、それは言い過ぎ。ハンバーガーの中全然ちっちゃい。
美味しそう。今日のジムゼロ、フライゼロ。オッケー。ほらうまいぞ。うん。うめえよね。めちゃくちゃうまいやん。はい、それではね、全然タンデムできませんでした。ちょっとまた日本で修行します。そして僕今鼻水出ると思うのでね、これ以上はちょっとお見せできないと思いますので。鼻水、鼻毛が出てるということでね、ちょっと皆さんに見苦しいところをお見せしてはいけないので、これで終わりたいなと思います。ホテルへ帰ってきて、ホテルのプールでゆっくりしております。なんと優雅なひととき。どうですか、モヒートは。当たりやね。今日ハンバーガーも美味しかったし、モヒートも美味しかったしね。当たり。ではゴロゴロします。今日カエルは行きます。まあハリーは行こうと思ったんですけど、うちの嫁さんが行きたいね、お店が閉まってたんですよ本日がね。ちょっとハリーは別の日にして、カエルはって言ってオアフ島の右側ですね、東の方にちょっと行きたいな。そこは海もあるし、あとなんかちょっとしたショップとかもあったりするので、そこに行こうと思います。グモーニング。僕たちが来たかったところというか、嫁ぞが来たかったところ、こちらです。うわ、すっごい並んでるな。ここだけすごい並んでるやん。なんかこのようにサブウェイとかがガーッて行ってて、その一つのところですね、パンケーキのところらしいです。おいしいお薬。うん、美味しい。このためにわざわざ来たんですよ。うん、食べたいからちょっと詰めないと。わー、めっちゃ美味しそう。いくよ。いただきます。いただきます。甘い。これは太るぞ。嫌じゃない甘さやな。どうでしたか。美味しかった。美味しかったね、非常に。ここはぜひ、甘いもの好きやったら来るべきやんね。なかなかね、遠いですけどね。次は海に行きましょう。カイルアの海ですね。ビーチらしいわ。向こうの方は天気いいんやけどね。これ抜けたらオーシャンビュー。うわー、皆さんこのようになっております。すごいな。あっち行くか。どこかな。どうぞ。すごいね。またワイキキビーチとは違う良さがあるね。なんか家族とかいいかもな。何ドル。ごめん、100ドル。砂を取ってくれる職人さん。うん、こうしてばいいよ、それ。だって、一個一個ね、取れないんだもん。これめっちゃ可愛くない、このセック。カラーパーバイ。このやつね。そうそう。この可愛い。ヨメゾー爆買いシリーズ、スタート。合わせて。これいいね。うん。うん。いけないんですか？いい。そうそうそう。可愛い。可愛いね。その3点ですね。はい。コップと、石鹸。石鹸プラスね。可愛い。多分有名みたい。あ、そうなの。めちゃかわいいやん。これ海パンがあるな。キャップ？うまい。かわいい。じゃあ今度買っとこうかなって思い出にね。とりあえず買い物に困った時はステッカー買っといたらなんとかなるっていう。これね、キャリーケースに入れました。アイスランドスノーっていうところでしょ。スクールみたいな。で、ポタゴニア。僕筋トレで着てるやつ、全然見て。あ、このパラゴニアや。これのやつで。うん。なんでこれ？ウィンドウォール。これも海外です。ここが、この店限定の T シャツや。困った時のステッカーダイアリー行くか？そしたら。かわいいね。かわいい。
こちらのお店はですね、日本語も通じるので、あとパタゴニアのクイックシルバーかなあるような感じです。ではカイルアっていう地域から、もうちょっと町の方に、同じカイルアなんやけどちょっと町の方に行こうと思ってます。でそれまでにウーバー待ってて、今回、初の女性ウーバーということでエリさんが来るので待ってます。さあ来ました。ハロー、はい、こんにちは。 My name is Taku。 お願いします。 Thank you。 お願いします。お願いします。ウーバードライバー、ウーマン、ファーストタイム。ファーストタイム、いや、オールメンズ。オッケー、Thank you。 よろしくお願いします。いい人やったね。うん、可愛かった。旦那さんが横須賀にいたことあるってことね。横須賀の米軍で働いとってんな、ね、こちらですね、本日は。ちなみにこれどこで知ったの？これか、食べ物屋さんとか押してた。チラミつぶしに見てたな。成分が違うのは、トランス脂肪酸とか、うん、植物油は使ってないんですよ。うん、食べてるのね。うん、これ食べた。せん、味はね、ライチっぽい。カカオ豆ってライチみたいな味がするんですよ。うん、もうライチや。輸入してきた豆をここで行ってブラインドして練って練って練って、ペースト状にして、ここでパッケージに。日本行っても海外行っても工場見学ばっかりする。美味しいですよね、工場見学。ねえ、面白いですよね。日本語のツアーもあるみたいなんで、皆さん来てみてください。あ、ステューシもある。うん、美味しい。美味しいな。いただきます。日本やの絶対のワイン、この色の悪いやつで、うまいな。体の隅から隅の細胞まで行き届くこれ。さて、おそらく本日最後の買い物になるであろう、こちら来ました。ハワイアンアイスランドクリエーションっていうところですね。同じやつ発見。パタゴニアもあります。あとね、めちゃくちゃ有名なね、ボードも売ってますね。2300ドルやから30万ぐらいのが10万ぐらい安なってるのが。軽っ、意外と軽い。やばい、軽い。いや、重たい方が加速するというのもあるんだよ。なんか上手い人らは軽いの飲んねん、下手な人は重いの飲んねんけど、重いと加速せえへんのよ。軽いと加速はすんねんけど、スピードが出えへんとかあるんだけど、乗れりゃそれでいいかなって。この時代は2500ドル、約24万円くらいだった。そうです、いくらかかるかわからないんですよ。今店員さんが日本に送る輸送の手続きをしてくれてます。佐賀にも送って連絡するって。うん、これで行きましょう。今日はどうでしたか？たくさん歩いた。10万キロ歩いたかな。それは疲れましたね。ホテルまでウーバー呼んでるので帰りたいなと思います。では帰ってきたんですけども、一つ疲れちゃったので先にご飯行きましょう。今日はね、新婚旅行で5年前に来た時にお父さんとお母さんにね、連れて行ってもらったイタリアンがあるんですけど、そこに5年ぶりに行こうかって言って、で今現時点がね4時47分なんですけど、6時までに入ったらハッピーアワーでビールが安いんかな、なので行きたいなと思います。ここですよ。懐かしい。ハッピーアワーのメニュー。これ何？これマイタイ。マイタイ系。ちょっと酸味ある。ハワイの酒だけど、ココナッツかな。めっちゃハワイの味。ココナッツ系。同期生飲みで。めっちゃ可愛らしい色味ある。これは濃いわ。10度以上あるな。マルゲリータ好きなのな。好き。最初のデートでマルゲリータ食べようって言ってくれたもんな。そう、俺が嫌って言ったけど。いや、キノコのスピースリゾート、なんかめっちゃクンとするな。トリュフみたいな。まあ久々のキノコ。これはピーカルパッチョでトリュフの実際。美味しい。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。まだ外がね明るいんですが、まあ、現時点でもう17時半なんで、ご飯食べて、で近くのマラサダでドーナツ買って帰って終わりにしたいなと思います。嫁はね、シルクのチーズリゾットがめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。よかったね。うん、ありがとう。じゃあこの辺で終わりたいなと思います。めっちゃ重たい。いた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 。これ何味ですか？これマンゴーとリリコイ。うん、もう交差やんねんな。うんね。はい、マンゴー食べなよ、タック。これいいわ、ほんまにマンゴー食べてみたいね。かっこいいね。おいしいね。うん、おいしい。
お土産を買いに行く日にしようかなと思ってます。こんにちは。嫁堂は一人浮き輪を持って行きました。念願ですよね、アンダラスの方がね。